年越し寒波で全国的に荒天に警戒が必要です。土曜日、水曜日以降は西日本でも大雪になりそうです。年末は非常に強い寒気が日本列島の上空に流れ込み、冬型の気圧配置が強まります。年越し寒波に警戒が必要です。30日水曜日の朝には低気圧が関東沖に達し、北東に進みながらさらに発達する予想となっています。低気圧の後ろ側は中国大陸からの北西の風が強まって、西日本から強い寒気が一気に流れ込んでくる予想です。西日本の上空1500メートル付近でマイナス12度前後の一冬に一度あるかないかの強さで、西日本の日本海側や東シナ海側では雪の降るところが多くなりそうです。また大晦日は広い範囲で大雪に警戒が必要です。大晦日は冬型の気圧配置が強まり、日本海には異なる風同士がぶつかり合う JPCZ 日本海寒帯気団収束帯が形成される可能性があります。これが顕著に現れると雪雲が発達、狭い範囲に強い雪が集中することがあります。山沿いでは24時間で1メートル以上、平野部でも50センチを超えるような大雪となり、大規模な立ち往生や停電の発生などに警戒が必要です。上空の寒気が強く雪雲が発達するため、雪は日本海側のみにとどまらず、太平洋側や瀬戸内側まで拡大、名古屋、広島などでも雪が予想されます。また九州南部でも雪になり、標高の高い内陸部や山沿いで雪が積もってもおかしくありません。普段雪が積もらないようなところで積雪があるとスリップ事故などが起こりやすくなります。年末年始で慣れない道を走るケースも考えられますので、より慎重に行動するようにしてください。